佐藤あやみです。今回はですね、私のおすすめの秋冬に使えるプチプラリップをご紹介したいと思います。このリップを塗れば季節感が出るよみたいな感じのリップをご紹介したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速スタート。まず最初の商品がこちらです。こちらがフーミーのリップスティック、ボルドーのカラーです。猪狩しのぶさんがプロデュースしているブランドで、すごくね人気で売り切れが結構あったりするんですけども、プラザでこちら購入しました。はい、こんな感じの色です。でカメラ越しで見ると結構赤みが強いんですけど、塗ってみると結構ほらワインレッドというか、もうボルドーって感じの色ですね。はい、こういう感じのボルドーカラーです。少し潤いが入っているのでセミマットな仕上がりになります。では早速こちらのリップ塗っていきたいと思います。こんな感じのリップですね。見ていただくと分かるんですけど、すごく発色がいいです。でこうやって塗るとね、季節感出ません？さっきちょっとナチュラルなリップ塗ってたんですけど、全然雰囲気変わると思います。でアイメイクをナチュラルにして、こう唇主役にするのもありだし、ちょっとねボルドー系の色で揃えて目も濃くしてみたりとかするのもありかなと思います。どうですか？これはねすごくお気に入りで、でも結構派手だし発色もいいので、こう友達とショッピングとかそういう風な時に気分転換で使ってます。こんな感じですごくこれはお気に入りのリップです。次の商品はこちらです。セザンヌのカラーティントリップ CT2 番のカラーです。こちらね、あのドラッグストア購入品でご紹介したんですけども、発色がすごくいいのと、あと色持ちが結構良かったです。値段がものすごく安いので、それでねこのクオリティというかのリップは結構レベルが高いのかなと思います。チップが細めですごく塗りやすいです。で出してみるとこんな感じの色です。はい、かなり一塗りで発色がいいですね。深みがある色なので、この季節にすごくぴったりな色なのかなと思います。じゃあこれ早速塗ってみます。こんな感じ、結構ツヤツヤになりますね。はい、で発色がいいし、あと均一に塗れます。なんかね色ムラがないというか、色ムラができにくいです。綺麗に均一に塗ることができるのですごくお気に入りです。あと結構ね塗った感じサラッとしてますね。はい、そこがなんかティントっぽい感じがあります。先ほどのフーミーのリップよりは深みがないんですけども、でもこのくらいのリップだと深みがないので逆に使いやすいのかなと思います。次のリップがこちら、チフレのリップです。こちら549番のカラーです。出してみるとこんな感じ。これも結構深みのある赤色です。色づき自体はナチュラルです。重ねていくごとにしっかり発色してくれるタイプですね。チフレのリップ自体が結構個人的にお気に入りなんですね。発色が良くて潤いもあってみたいな。じゃあこちら早速塗っていきたいと思います。ちょっとパールが入っているのでキラキラしています。こんな感じのカラーです。安くてこれはすごくレベル高いなと思います。はい、普通に可愛い。でちょっと赤みが強いですね。どちらかというと潤いもありつつセミマットなタイプなので、すごくこれは使いやすいと思います。はい、次のリップはこちらです。じゃん、キャンメイクのステイオンバームルージュ09番のカラーです。はい、こちらですね。今の季節毎日使ってるぐらい日常的に愛用しているリップです。出してみるとこんな感じのリップです。ビカッと発色するっていうよりも、なんだろう、潤いを与えながらジュワーっと発色していく感じです。重ねても厚塗り感がないので、気分によって色味をね調節できるかなと思います。で何より潤いがすごくて、あと持ちがかなりいいです。なので結構メイク直しとか私めんどくさいタイプなので、日常的にはこれを使っています。じゃあちょっと塗ってみたいと思います。
結構塗り重ねてみました。他のリップに比べてツヤツヤしていますね。すごくね、高保湿なタイプのリップです。なのでこの季節結構乾燥も気になると思うんですね。なのでこういうリップを一つ持っとけば季節感も出しつつ潤いも保てるというね、これはかなり優秀で、他の色も持ってるんですけど、もう全色買いたいぐらいのレベルですね。どのリップもね、これからの季節は絶対使えると思うので、皆さんぜひ気になる商品あればチェックしてみてください。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よかったよとかチェックしてみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。